会えると思ってますので、その分ね、楽しんでいきたいと思います。せーの、NOPALL バトル！
ツアーファイナルが、先月の3月12日に、はい、行われる予定だったんですけれども、いろいろありまして、はい、ちょっと延期になって、で、田崎さんの生誕とか、あとのたげとかもね、そうだね、もう本当に中止になってしまって、参加してくれるアイドルさんだったりとか、あとワラブの後輩ちゃんたちに迷惑をかけてしまったんですけど、待っててくれてありがとうございます。ありがとうございます。みんなどんな気持ち？さあ、誰も最初言ったけどさ、4月に尾崎こうやってお会いすると思わなかったよね。ね、本当に誠実を感じて、ね、季節も暖かくなってきて、ね、そうだよね。このまま夏になっちゃうんじゃないかって思いますけど、すごいな。今日まず神奈川公演もありつつ、たさちゃんの生誕もね、いろいろあったりするので、まあこうなんか一日いい天気ですし、ハッピーな感じで過ごせたらいいなと思います。楽しんでいきましょう。佐藤ゆいです。はい、佐藤ちゃんこと佐々木玲奈です。はい、佐藤あるかこと佐藤遥です。はい、なんちゃんこと片瀬成美です。はい、かいちゃんこと平山楓です。なんと今日は写真撮影、動画撮影 OK になってます。いっぱい撮ってください。お願いします。本当にさ、なんかさ、久しぶりのライブだからさ、なんかお帰りみたいなメッセージあんのかなと思ったら、何それ、スタッフの方なんだ。用意してくれたんだと思った。ちょ、何締め切りだ。いや、本当にびっくりだよね。まさかこんなことになると思ってなかったし、でもこうやって本当すぐにやめろみたいな感じでちゃんと機会をね設けてくださって、本当にワロップの皆さんにもありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。そう、みんなが撮ってくれた写真とかさ、動画、はいはいはい、大阪公演と私埼玉公演死ぬほど見たんですよ。見てた。そうだね、それ見て、あー、こんな感じに楽しんでたって。そうだね、早く生活したくなったもん。いや、本当に、だから良かった撮影で、ね、いや、確かに。なんで撮りつつ楽しみつつ、もう好きなように楽しんでいただければいいなと思います。神奈川ですね。そうですね、無事生まれた場所に戻ってこれたというか。よかった、タサちゃんだけ戻らずになっちゃった。確かに。よかったよかった。じゃあ今日はもうがっつり一部お届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速曲をお届けしたいと思います。聴いてください。プレゼント。ずっと落ち潰されていた毎日、同じ電車の中
Thank you.
小学生みたいな。今日そう電車途中でさ、なーちゃんと会ってさ、うん、で
あの電車来た電車目の前のねドア乗ったらこの人乗ってた。びっくりしちゃった。この人薄着だなと思った。席のど真ん中座ってたよね。結構空いてるのにさ、二言目ぐらいに、え、薄着すぎって。そう、寒そうだった。だってここの誰より薄着じゃない。いや、そうですよね。あ、同じ電車乗ってた方。そうなの。この方、私のこっちにずっと言いましたね。来るの早いなと思って。これあれかなって聞いた。気づいてたんです。よかった、最後の、ね、神奈川で思い出ができた。思い出ができた、電車が。神奈川の思い出ありますか？神奈川の思い出、はい、あんま来ない。ざっくりざっくり。あ、誰がそんな顔始める。神奈川の思い出ありますか？私、中学出るよ、出るよ、神奈川の思い出。修学旅行が中華街でした。あ、え、東京だよ。そう、東京とディズニーランドと国会議事堂と、のところと、あと中華街も。それで言うと私、小学校の修学旅行鎌倉だったわ。鎌倉だったね。なんかおすすめあるんですか、神奈川？横浜駅。駅が最近なんか渋谷ぐらい進化してて、本当にもう渋谷行かなくていいぐらい。でも確かに、あの駅に全部あるよね、横浜って。あるある、そう、全部あるの。だから、横浜駅かな。おすすめは。え、全然案内するよね。あ、でもそうだよ、前もさ、横浜公園の帰りに私買いたいものあって、プラザ寄りたいって言ったら、あ、どこどこにあるよって。どこどこから出て、あの、こっちにいたらあるよって全部教えてあげる。全部教えてあげる。あと埼玉から出て、神奈川は、いや、なんか、どういう、なんでそれ聞くの。神奈川 vs 埼玉みたいになった時に、いや、同じじゃんって思ったの。そんな変わらんじゃんって思ったんだけど、でもこの前、去年くらいから私、神奈川に泊まるようになって、家族で横浜行こうっていうことが多くなって、いや、神奈川には勝てないなって思い始めた。ダメだよ。え、そうなの？諦めちゃダメだよ。まだ諦めてないんだ。諦めてない。いや、行ったことないですよ、横浜駅。めちゃくちゃすごい。いや、まだ帰りは知らない。知らないんだよ。マリンウォークとか知らないですよ。マリンウォークとか、赤レンガとか、ソゴとか。ソゴも出身だよ。ソゴもすごいんだよ。ソゴすごい。ソゴすごいんだよ。ソゴすごいんだよ。ソゴって何？あの、ソゴデパートあるじゃん。でもさ、伊勢丹とかあるじゃん、こっちにも。あるよ。負けるあって、負ける負ける、だって違うもん。だってもう、そごうあったら伊勢丹あって、ルビニあって、だからすごい。こんなに神奈川好きだと思ってた。そう、めっちゃすごい、天才。神奈川だよって人、神奈川から今日来たよって人すごい。おおおお、そんな住んでるんだね。じゃあ、埼玉から来たよって人。あー、同じくらい、仲間だよ、仲間だよ。ライングループ作ろうね。千葉から来たよって人。東京から来たよって人。あ、でも多いな。やっぱ多いんだね。その他は、その他。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。え、その他って他に何があるの？大阪と。その他で。え、何人しかいるんだよ、3件くらい。そんなに。日本も舐めてるね。他になんかそんな感じ。延長戦、何これ、延長戦になりまして、あのちょっとまだファイナルが予定出せてないんで、はい、ちょっとやっぱね、今マンボウとかも解除されて、本当に土日とかがなかなか空いてなかったりとか、あと、まあ、平日にやるんだったらもうなるべく早くに言わなきゃってことで、ね、まあ、なんかちょっとまあ、もうすぐ決まれるかなと思うので、楽しみにって言うとなんか寂しいけどさ、はい、なんかね、でもなんか終わるのも今一回なくなってるぐらいの気持ちなので、またしっかり積み上げて、みんなと最高のファイナル迎えられるようにしたいと思ってますので、のたるよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではここから後半戦というか、もうラストスパートです。早いですね。じゃあ皆さん元気を出してください。元気なか結構元気かなって思ってた。結構元気ですよ。まあまあ、まだ朝ですからね。大事だよね。午後だけど一緒に元気出していきましょう。この曲で聴いてください。推しのたる。
Yeah.
撮りたいね。撮りましょう撮りましょう。暑い、ちょっと一回見せよう。暑いね、こんな暑いの今日。あ、久しぶりだったからさ、うん、やっぱリハもしたけど、みんなの前に立つと 1.5 倍ぐらいは動いてる感じがするからさ、久しぶりね。ね、久しぶり、でも久しぶりの感じもしないけど、でもやっぱ長かったよね。じゃあ、あ、全然立っててもらっても大丈夫ですよ。いいですよ、後ろは。じゃあ、あ、今日は骨川さん、骨川さん、骨川さんだ。久しぶりじゃない、骨川さん。確かに、もう。あゆなちゃん、覚えたの、これ。教えたの。駅でやるから。それでは、じゃあ掛け声お願いしますよ。はい、じゃあ皆さん、ピース一緒に。佐々木さん出なくていいの？え、あ、寝る。寝た方がいいよ。そうだよ。寝ようよ。すごい高校生みたいな。ノリが。レイナちゃんにそんなこと言われる。今の高校生もこういうことするじゃん。恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。顔顔。じゃあ行きましょう皆さん。はい。神奈川公園みんな乗って。はい、チーズ。もう一回だって。せーの。はい、チーズ。覚えました？いい感じ。いい感じ？お。え、ちゃんと写真見せてほしい。え、なに？え、なに？え、なに？あれ？どうしたの？骨川さん？骨川さん？骨川さん？え？なに？ちょっとなんちゃん。ゴリラ。もうちょっと見たい。もうちょっと見たい。なになになに？もうちょっと見たい。もうちょっと見たい。壊れた、壊れた。骨川さんどうしたの？うほ。うほほ？え？うほほほほ。いい、でも今日さ、これで終わりだから大丈夫大丈夫。うほほほ。
前見えないけど、ゴリラが溢れたら、以上、私たちソーシャルアイドルのナナルでした。